はい、94年ですね。ジョン・フェントン、マネージャー of a 7,000 acre estate in Humberside, is working with a Danish combine harvester manufacturer, Dronningbrug, on a method of using computers to map levels of fertility in different parts of a field. ジョン・フェントンさん、7000 acre の土地、ハンバーサイドにあるね、の経営者は、ダニッシュのデンマークね。デンマークのコンバインハーベスターマニファクチャラーであるドロニンブルクと一緒に働いている。で、コンピューターを使って、ずっと異なる土地のその、フェルティリティをね、調べるということですね。うん。フェルティリティっていうのは、肥沃であること。要は、どの土地が肥えていて、どの土地がね、痩せているかをコンピューターを使って、その地図に表しているわけですね。分析しているわけです。で、The aim is to make labor, chemicals, and machinery work together more effectively. うん、その目的っていうのは、labor、労働、まあ、労働力ですね。それから chemicals。これはまあ、農薬のことでしょう。で、それから、機械ですね。を、まあ、より一層その効果的に、まあ、効率的に、まあ、使いたいということですね。使えるようにしたいということです。はい。で、it never occurs to most of us that a field of wheat is anything but a uniform whole. But the crop produced in one part of a field can be three times that of another. はい。ということで、うん、最初がちょっと読みにくいかなと思うんだよね。これ文の構造を取れない人はさすがにいないと思うんだけれども、これね、まあこれが大事な動詞というかですね、occurs まあこれが形式でございますな。で、ざっと以下のことを指して、おりますな。うん。で、まあ、これがまあ、その中の動詞だっていうのはいいでしょう。はい。まあ、ここまではまあ、余裕なわけですよ。で、さあ、この occur, it never occurs to us, most of us. これをどういうふうに訳すかってことなんだけどね。うん。これは思っても見ないって感じなんですね。私たちの大半には思っても見ない。ありえないよと、起こり得ないよっていうところから推測してください。まあね、熟語でまあ、実はあるんですけども。で、もう一つ大事なのは、anything but の形ね。anything but 覚えてます？これさ、よく nothing but と比較されるんだけど、nothing but は only ね。で、anything but は、far from。ね、何々どころではないよということなんですね。うん。これ、このバットっていうのはもともと前置詞のバットだからね。うん。まあそれはいいとして。で、これね、なんだろうこれ。ユニフォームホール。全面がユニじゃないわけ。で、ユニっていうのは、覚えとってね。これは一つのものです。ね。一つのものを指します。ユニバースって言ったら、まあ、一つですね。あれね、ユニバースね。うん。エクスパンディングユニバースってのありますけど。まあ、これ均一ってことですね。つまり、全体が均一である。どころではないってことね。far from だからね。小麦の畑がと。で、そんなことは私たちには思いもよらなかったんだと。いう訳になるかな。で、but the crop produced in one part of the field, of a field,で、これ、さすがに大丈夫でしょうかね。これ PP でございますな。で、これが大事な動詞ですよね。大丈夫ですよね。うん。で、この times も大丈夫ね。3倍ってことね。別の畑の3倍になることもあるんだということですね。はい。ということで、まあ、作ってみたわけですが、小麦畑が全面均一どころでないとは、どころではないとは、私たちの大半が思いもしないよと。いうことですね。まあ普通、そうですね、小麦畑っていう風になったら、全部同じかなって思っちゃうかもしれませんけど、そうじゃないよと言いたいわけです。で、だが畑の一部で作られる穀物が、ね、この PP がここにかかってます。で、別の部分の3倍になることがあるよと。ね。まあ別の、ね。ここやってなかったけど、これ大丈夫だよね。ざっとは、
パートを受けてますよね。うん。畑の一部で作られる穀物が別の、まあ、他のってやってもいいけどね、他の部分の3倍になることがあると。このキャンは、大丈夫ですね。可能性のキャンですね。間違ってもできるではないですね。はい、ということです。